高いと。そうですね。この地元業者の赤い色も入って、この土地を買ってもに、芸人さんの採掘を買って、例えばこれ、平らの面をね、愛してこい。ここにひびがちょっと入ってると思うんですけどね。いい感じで、まんま叩いても止まらないですし、切らないように、あれ、手切ったやつは自分の責任で、すぐ切れますから、すごい息だ。こういうふうに、それをまっすぐ上から叩いてみる。そうです、叩いたらちょっと、はい、あります。はい、はもっと恥。はい。おね。そしたら、今度これを、これを断面として、こういうふうにして、これちょっと上からこう持った方がいいと思って。ね、そして、こういうふうに。そして端くん、もっと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 、ね、そういうふうに割れていくやつを定型的にこう、例えばこう叩いて。これは休暇ね。これは。さっき言ってたその現場で赤角っていうのが、こうやってかけら落とって残ったこっちの残角の方なんですよ。で取れた方が、まあ、きれいに形になった方が白片として取れたものが、まあ、これを加工してやって、石器にしてやってっていう。それで、これ、力が伝わっていくのがね、こういうふうにこれ、刃文が広がってるでしょ、はいはい、これが力の伝わっていく方向なんですよね。だから、逆なこと言うと、この平らな面をね、叩いて割るっていうのが一番。ということは何回もこれ叩いてるから、これいろんなところから割れてくるでしょ、これね。だからこれからすごいですよ、怪我しますから。魚とかサボテンますね。でこれをいかにその薄く仕上げるかで、やっぱり上手下手が決まってくるんだそうです。これ魚さばけそうだね、本当ね。さばけますよ。爪切れる。どうしても石の方も砕けてしまいますから、切れるんですけど脆いですんで、でもう少し切れ味は鈍くなるんですけど、折れないような刃にしてやらないと、なかなか指でつまんでも折れちゃいますもんね。そうですね。先の部分は本当に薄くなってますから。ガラスだな、今の。音がね、完全にガラスですね。で、まあ、切れなくなったらまた少し先の部分を巻くとやって、まあ、また新しい刃をつけていれば、簡単に切れちゃうな、使えますし。ベンジミンの血がこのぐらいになってくると。これは薄いですね。でもこれすぐいきそうですね。ですね。指でもパキッといきそうな。そうなってきたら今度こういう形の、まあ、鹿のプロじゃなくてもいいんですけど、もう少し石より柔らかいものを使ってやって、かけらを加工しておれば、石器になります。それで、今叩いたのと同じようにね、例えばこれでも切れるんです、これ。これではちょっと格好が悪いからね。うん。例えば血出るよ。ちょっと。それはあれだから、責任持って自分で。というと、ほら、こういうふうに、今日は殺気っていうのがあったでしょ。あそこにね。だから、あれは、こういう、こんな程度でこう作ってるんですね。だから、もう一つ、ここのところ出て、格好悪かったら、ちょっと、ここのところ。ちょっと、こういうふうに、揃ってくるんですけど。
やっぱり昔の人も格好なんですか。やっぱりそうじゃないですか。まあ、少なくとも言えることはその石の塊をどっかにぶっけて割れた欠片の中からどれ使おうかっていう、そういうことは絶対やってないです。少なくとも2万年前の人たちはこの欠片からどういうふうに効率的に何枚石器になるような材料が取れるとか、こういう石器を作るためにこういう石が欲しいとか、まあ、そういうことから始まって石器作ってますんで、あの偶然の産物で石器を作るってことはまずないですね。芸術人は甘くないですね。上品という意識だったんですね。そうですね、やっぱり、まあ、ここはあのこれだけ石が豊富ですんで、あのそうでもないんですけど、あの他の地域に行くとどうしても黒曜石が手に入らないですから、それをまあ、うん、なるべくあの無駄なく使いたいという意識がやっぱ働きますが、うん、逆に言うと白滝の遺跡なんかで行きますと、あのすごい無駄が多いんですよ、うん、あのいっぱいあるから、失敗したらすぐ捨ててしまう。他の遺跡じゃ考えられない大きなあの形のものでもあの結構捨ててしまいます、ね。だよ、こんな山下昔だったらえらいことだな。戦争の。まだこれね。少なくともその原石よりも大きな石器ってのはあの理論上できないんですよ。やっぱり叩いて削っていく以上は。ですので30センチ40センチの石器が作れるってことは、それ以上のやっぱり石がないとできないですから。そうですね、なるほど、形になってきた。こういうぐらいあの。やっぱりいい道具をあれしなかったらダメなんですけどね、ちょっと私の手には負えない道具なんですけど、先生の手には負えない。いや、もう少しあれだったらもっとかっこよくできるんじゃないかと思うんだけど、これあの理屈はね、あの道具にかっこつけてるけど腕が悪いのかもしれない。でほら、あのこのとこもう少し鋭角につけようと思ったら、それでこれ昔はね、あのほら叩いて作る方法と、それから押して作る、押すやつ、あ、本当だ、これあれだ、裏が透けて見えるんだ。おですよね、だからガラス多いっていうの、ガラス質、ガラス多いっていうの分かりますね。だって透けて見えますもん。あのまあ、ほとんどガラスに近いような形ではあるんですけど、あとはその色とかその透明度っていうのは中の本当にあの粒子とか小子の反射の度によってあの決まってくるんだと思いますので、であの黒い石でも薄く割ってみるとすごいあの透き通ってあの透明なような黒曜石になりますし、どんなに薄くしても黒いのもあるんですよ。これが、この石は薄くなります。意外とこう厚みのある石しか見たことないような気がするんですけど、全部じゃないんですけど、色のその黒以外の黒曜石っていうのは比較的石がやっぱり作りづらいんですよね。厚みのある、あそこに持ってって畑の上といったら2万の石になる。やっぱり失敗するケースも多いんじゃないかな。なるね、そうなっちゃう。やっぱりどうしてもあの見分けつかないか、黒い部分とその茶色い部分とか見分けつくつかんはね、分離しているようなものっていうのは、なんかあの薄い石器っていうのは大体黒が多いなっていうのまで見てきたんで、この割った面がね、新しいでしょ。結構あのだから新しいから分かるっていうことと、色の使い分けしてるんじゃないか。逆なこと言うと、古いあのあれをね、あれしたらちょっと分かんないですよ、私が作ったら。ああ、帯広近辺で形して古代と同じだって言ったので、はい、ああ、まあ北海道は比較的あの黒曜石に取れるところが多いですので、この辺ですと桶戸にもありますし、で十勝の方はあの上四方ですね。あとあの赤井川とか、本州行けばあの長野県にもありますし、基本的にはあれ同じような。そうです、あの見た目にはほとんど変わりないですね。だそれがやっぱり先ほど言いました成分分析をすると、あの各産地ごとにあの中の構成されている成分の差がありますので、それでどこの産地かっていうのは分かるんですよね。今同じ場所にこれだけの、はい、お米の種類違う。今ここで拾い上げてるからこれだけ違う。だからあの肉眼的な分類でのその判定っていうのは非常に難しいんですよね。で、この辺もあの顔つきはみんな違う。